はい、ハンマー家の本家の本物貴族のハンマー岩先生です。今私はね、水耕栽培とかですね、もやしマシンですね、を買ってですね、いろいろ研究もしてるんですけれども、栄養剤ハイポニカとかね、栄養剤を使ってね、水耕栽培というのは非常にね、まあまあということでね、で、その栄養をね、作り出す自然の循環ということでね、まあ何層か分けてね、栄養をね分解してね、植物に栄養を補給していくと。で、空気とかですね、をよく入れて育てるわけなんですけども、これはね、容器に入れてね、栄養を送って循環させるとね。で、空気、栄養、それでその栄養となるものは、通常はハイポニカ2つ AB の2つのね、栄養剤をね、入れるわけですけども、自分のところでその栄養剤を作る場合は、何層か分けて分解してね、はじめまあ、うんこでもいいわけですよ。家畜のうんこでもいい。それを分解させて、まず1回分解させ、2層3層ぐらい作りましてね、分解させましてね、で栄養を送るわけですよね。直接やったら死んじゃいますからね、植物の方はね、ばい菌もあるしね、分解されてませんから栄養はね。で、クッピーなんかのね、熱帯魚の分解方法ね、魚の糞の分解は、下に空洞があって、その空洞からね、泡が出て上に出て、その力で、中のね、養物とかを、下に流して循環させるわけですね。でそこで分解するわけですね、簡単なのはね。まあそれを何層か使って分解するわけですけどね、まあハイポニカなんか使わないでね、栄養使って自然的なね栄養で、またバイ菌は分解しないといけないわけですね。で画期的な方法があるんですね。で私がね、みんな知らないんですね。大地をろ過にするんですね。これはもう一般的な自然が誇るね、栄養ですね。つまりね、井戸、地下水からね、もともと大気にある、ね、養物が下にまた分解され、ばい菌など分解されて下に、ね、養分がまた流れるわけです。それを利用するんですね。だから井戸をね、を掘ってそれを養分にして流すだけでいいんですね。栄養剤も何もいらない。大地が栄養なんですね。だから腐葉土じゃないけども大地にたまに上に置いとけばいいわけです。その地下水の井戸をね、井戸の上に。で、言うなれば井戸を組み上げて水耕栽培するわ、ね、きれいなその特殊な、ね、大地に作ってね、言うなれば分解とね、地面が分解ね、地が、下の地が、それで下に落ちる地下水
きれいにまたね分解されてね生成されるその大地を使うんですね。だから地下水を汲み上げてそれを養分にするだけなんですね。だそういうことが一番大きいね水耕栽培ね、一番画期的なね方法なんですよ。どこを見ても人間たちバカで知らないんですね、そういうのね、全然ね。なんか容器入れてるんですね、いちいち。で、ハイポニカとか作る、そういうの生成する栄養分作ることはやってるんだけど、これまた容器なんですね。地面という地球という地があってね、大地があって、自然にそういう環境がね、持たされて作られてるね、その大地を利用することが、やらないんですね。それはちょっとまた大規模にねできないんですね。そういう私の使い方じゃないとね。地下水を汲み上げて、上部は栄養ですよね。ね、大地のね作っといて、その地下水を汲み上げて水耕栽培するだけです。ね、そういう。